はい、どうも皆さんこんにちは、なっちでございます。いやー、ひどかったんですよ、昨日ね。ツイッターでは言ったんですけど、もうなっち上条トーマ説、それぐらい不幸だった。まずね、あら、そう、まずですね、朝起きて、でいきなりメガネを忘れたんですねそう、メガネを忘れてメガネを取りに帰りました。でそっから学校に着きまして、で早く帰れたんですね。昨日午前で帰れて、帰ってきたらあれ鍵がねえなと。あ、その前に買い物したんですね。昼飯がなかったから買い物して、でセブンイレブンに、今セブンイレブン限定でなんかコーンのアイスのチョコミントか、そうチョコで合ってるわ、チョコミントのやつが売ってて、そう妹がねチョコミント好きなんで買ってたろうって言ってチョコミントのアイスを4つほど買いました。でポテトとかね、あったかいものも買いました。で帰ってから家に着いたら鍵がねえなってなって、でそこにねアイスやら置いてきて玄関に、で親の職場まで電車使って行って、で鍵もらって帰ってきたら結局アイスとか無事だったんですけど、そう、それでね、そう大変だったんですよ。で帰ってきたらめっちゃ頭痛いし、今日カバンを見たら鍵が出てきましたもうやばいな。うん、いやでもね、神谷より立ち悪いね、これは。自分のミスっちゃミスなんですけど、やっぱり女の子とか絡んでないからただただ辛かったっていうね、日でした。さあ、行きましょうか。今日はですね、何をしようか、なんか親が向こうでビールをガシャガシャやってるんでね、音が入ってるかもしれませんけど、洗濯機も動いてるんでねどうなるか分かりませんけど、そうですね、このセブンザードを使ってみようってことで、この子使ってみたいと思います。フレンドがいるんでね、行きましょう。パーティーはよくわかりませんが、とりあえず緑ソニアと相性がいいんで緑ソニア詰めて、まあ他は割と適当です。毒か猛毒を4個以上つなげるとってことは、これあれですよね、変換した時に円波もかかるんで、その時に火力がドカンと出るって感じですね。光を猛毒に変換、難しいなこれ。なんか相性のいいジンがいたらいいんですけどね。水木光作ったら完璧だったんですけど、そんな相性のいいアバロン使ったら回復できなくて死んでしまいますからね。困った。だからエンハンス使ってから、どっちかっていうとジンで消すっていう感じの戦いですかね。はい、アーマードザキさんね。この人ね、マジで助かる。リンシア持っとるわ、ラグドラ持っとるわ、セブンザード持っとるわ。そう、なんかね、木のドラゴンが多いんですよね。他にもなんか水の竜剣士とか出てることありますけど、すごい変わった方ですね。はい、早速相性悪い。回復力は4倍あるんで、どっちかっていうとあれですね、ジェネレイドアースくんが出てくれた方が、まあ倒しやすくはあったと思います。さあ1列組んでいきまして、4倍だよね、今時4倍大丈夫でしょうか。あ、大丈夫じゃないですね。いきなり使える感じか。で6ターン耐久すればまた帰ってくるって感じなんですけど、耐久できるかって話なんですよね困ったな。そう、ソニアが帰ってくるって保証がないので、もうちょっと殴り合いましょうか。まあ、こいつぐらいは等倍で倒した、等倍っていうか毒使わずに倒したいんで、ペルセウスとアルテミスをね、使いながら倒しましょう。アルテミス一回使っちゃっていいですかね。まあ、多分木属性に半分いけば属性変わって楽になると思うんで、一回これで行ってみたいと思います。はい。さあ3列、どうでしょう。おーおーおー、いいねいいねいいね
今時この火力でいいねいいねって言えるパーティー少ないですけど、セブンザードさんにしてはいい火力ですよ。え、本当にこういうキャラクターなのこれ。やっぱり緑ソニアのサブに詰める感じで登場したキャラクターなんですかね。頑張ってスキル上げたんだけどリーダーで使えないのは悲しいな。そう、この前ねインディゴとヨルズがロックって言ってましたけど、イルシックスもねロックでしたね。リファイブは結構強いって聞くんですけど、こいつらはちょっとね複雑で難しいね。ゼローグとかみたいにシンプルに強くしてね、ゼローグとかみたいにシンプルでよかったのに、最近なんかトレンド混ぜてくるんでねその時はロックだったり、まあこれはヘルとリンシアのねつながりですかね。エンハンスで見たらこの後アップする動画で活躍してるんでいいんですけど、ちょっとリーダーとしては難しいですね。で、青ソニアもこのまま行くと使いたくないよね。困ったなこれ。どっかで耐久しないとボス戦、あ、そうか、ドラゴンゾンビの毒を使えばいいんだ。そうだ、それができるね。こいつ毒ドロップに非常に強いっていう特性がありますね。じゃあまあこいつを普通に倒すことは変わりなく、ペルセウス使って倒したいからもうちょっと減らしてからペルセウス使いましょう。なんでこんな考えないといけないんだなんでこんなね倒す順番とか考えないといけないんだ。たまには面白いけど。ブルースフィアが変換ですね。よしよし、まあ威力は高いけど回復を消してきたりするわけじゃないんで、タッチは悪くない。よし、じゃあ次あたりペルセウス使って、1列プラス1コンボ組めるんで、よし行きましょう。ほいさ、あー1個足りなくて、はい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 、 OK。 これで倒せると嬉しいんだけど、召喚されるとめんどくさいんだよな。オッケーオッケーオッケー。じゃあこっからジンと変換、こっから毒使っていきましょう。カメレオンブラスト名前な、猛毒だしな、しかもこれ。さあ緑ソニアさんに緑ソニアさんのジンをぶつけたいと思います。もう最近リバースもやってるしね、ここもねなんだっけ、いつぞやの動画で判明したあれか、三蔵法師のやつか。普通のグランさんもねあと1だったんで、ここも今日回ってたんですけど、もうソニアばっか、特にこいつのコンボ吸収めんどくさいんですよね。そう、この列を組みながら6コンボってのがね意外とね簡単そうで簡単じゃない。こんな感じで簡単な陣が出てくれればいいんですけど、極端に偏ってるとね難しいんですよね。お疲れ様です。よしよし、まあさすがに変換して50倍ぐらい出るんですかね。まあさすがにそこまで行くと倒せますね。さあこっからですね、戦いは毒がね予想以上に多いと思うんで、なるべく気ドロップたくさん残していきたいと思います。回復も残しとかないとね、多分毒消しすぎて終わりみたいなこともあるかと思うんで、はい、行くぞ。 OK、 バチコイス、あなたのそのね初めてヘルポイズンブレスを生かしていきます。ヘルポイズンやっぱ多いな。何個以上つなげるんだっけこれ。あ、そうじゃん、待って待って、なんか火力低いと思ったらこれあれじゃん、毒つなげねえといけねえんだ。毒つなげなくてもエンハンスとジンで押せるってことだね、意外と。じゃ毒、そうだそうだ、そう緑ソニアだけですね、あの毒をジンで上書きしていいのは。完全にこれやらかしたね負けてこそないけど、そんな強ない待て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 、ちょっと待て、一旦ディバインスター受けたくないから一旦削りますけど、ちょっともう一回やろう。これまずいですよ。よしよし、半分いってくれ。ということはちょっと火力が低いけどある程度臨機応変に戦える。よし、耐えました。
というキャラクターっちゃキャラクターなんですね。光ドロップを確か毒にするんで、光消しちゃったな。光ドロップ毒にしてペルセウス使っていいってことですよね。じゃあカエルが良いって言われちゃったんで、どうしましょう。一回使おうか。一回使って半分切らそう。うわうわ、普通の毒ドロップこれ邪魔だな。毒はこんだけで、あ、猛毒か。猛毒4つでいいんでしたっけ。痛いんだよな。多分これで 6.25 出てるんで、 OK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  完全にやらかしてますね。じゃあペルセウス使ってからのこいつセブンザードで大丈夫かな。4つしかないけど大丈夫かな。確か4つでいいんだよね。もう毒と猛毒が区別が難しいな。よし、とりあえず勝つことはできましたが、リーダースキルをね、根本的に間違えてました。あれ、こいつ何やってんだと思った方はごめんなさい。再び行きたいと思います。ということは、緑ソニアがそんな相性良くないってことですよね。むしろ必要ないよね。緑ソニア使ったら火力出ないから。そうか、リーダーとして使う場合は相性が良くないんだ。はぁ、難しいね。なんならペル2枚とかの方がいいですね。じゃあペルセウス2枚入ります。んでアーバーロン入れるとまずいもんで、シルビーはいいかもしれませんね。シルビー入れてみたいと思います。このシルビーね、このシルビー入れて、でもう1枠だな。光と水、いやでも毒作らんといかんから、やっぱ光を作る陣、メイメイ。ただメイメイを入れると回復ができなくなるんで、やっぱアルテミスか、残った枠はね。同じ男女行ってもつまらんので、ラグオで、あ、行こうかな。ラグオで、あの、石回収しようかな。プラス5倍とかね、僕ラグオでのあの、フルングニルですらスキル上げたいんでね、どうしようかな。ヨルムンガンド、難しいんだよな。レジェロンテは簡単なんだよな。カネツグとかも難しいし、どうしましょう。ラグオで、あ、行ってみよう。まあ、勝てたは勝てたんで、とりあえず、その、毒を使ったね、立ち回りを覚えたいというか、そんな感じでございますね。さあ、キドロップ1個というですね。幸先悪すぎます。どうしようかな、ここは列があって突破できるような防御力だったかな、60万出ますかね。前のカメレオンブラスト使ってね、エンハンスしたら、毒なしでも意外と火力は出たんで。さっきも言いましたけど、臨機応変戦えるキャラクターってキャラクターなのかな。でも、闘技場とかみたいに、どうキャラが連戦するとこだと、スキルがやっぱり足りない感じはしますよね。だからなんならセブンガードもう1枚ぐらい先に欲しいかなって気がします。贅沢ですね。で、多分それ組んでもそんな強くないと打つなんで作る気はしないんですけど、左こいつめっちゃ難しいけど大変ですからね。ラッシュで妥協もできないし、マシンブーストとか使おうとするとね、あのあいつエレベラスライダーがめんどくさいし、ちょっと僕には難しかったですね。まあ、反回帰チップに行って最後カメオで火力出すとかでも勝てたんですけど、やっぱ周回だからね、スピード欲しくなりますよね。最後にその5個の落ち込んとかいらんねん。はい、とりあえずここは倒しました。落ちません。2階があなたたちですね。水が多いんでペルセウス使ってしまいましょう。この辺でまだね、あの最後の巨人と、巨人みたいなやつ、ゴリラみたいなキャラクターいるじゃないですか、あいつとボスで毒使いたいんで、この辺はなるべく OK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  いいですね。この辺は毒なしで倒したい。右を倒すことはできました。さすがに落ち込んで恵まれましたね。あ、ここいいな。てかここプラス10倍だっけ。でもそんな美味しくねえな。落ちるキャラがね、強化合成用ばっかじゃん。あ、ウェイになってもうてね。ウェイになってもうてね。真ん中狙おうか。しかもウェイがシルビーとアルテミスしかいないってもうてね。テンションストップ、大丈夫ですよ。まだ止まりませんよ。お邪魔を消したいと思いたかったです。硬いのかな。硬く感じるだけですか。ハイテンション、何なんだ。テンションを司るウサギ、そんな感じ。コンセプトは
ね、相手のテンション止めておきながら自分はハイテンションになるっていう、よくわかんない生命体でございます。お前はそこでやるんですね。まあ、こいつ今さ、超ソフトウェアアップデート、はいはい、ね、夜間にインストールしてください。うわ、同意します、同意しときます、ありがとうございます。はい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 、神なんで全部読みました。で、これ副属性だけで倒しまーしょい。次から巨人ですかな、もう次から倒しに行けますかな。よし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 、はい、なんか強くなさそうなんですけど、当時は強かったんです。ペルで行こうか。ペルちゃんからのザードちゃん、オッケー。4つでいいんだよね、何度も言いますけど、さっき確認し忘れましたけど4つでいいはずなんで、どっちに毒を固めようかな。お邪魔持っていきましょう。この辺固めといてさ、こうさこうさ、カパカプサッサイヤペルセウス入れたからね、指は増えたかなと思ったけど、ソニアソニアだったんでね、さっきもそんな変わってないんですね。じゃあシルビーとカメレオンブラスト合わせていきたいと思います。回復少ねえぞ大丈夫かこれ、回復少ねえぞマジで、光多すぎだってシルビーさん、何やっとん。もうでも変換したからには行くしかないよな。レッツは組めるんで、ハムとねレタスだけが残ったこの陣、上から組んでいくのがいいでしょうね。うーん、じゃあ上でここでハム作って、こうしてこうしてこう、大丈夫これ、生きてる、痛い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 、おおおおおお、よし生きたすげえな、2コンボで耐えましたな、よすごい戦い、自分で死にかけるキャラクターでございます。皆さんもねぜひ機会があったら使ってみてください。いやー最後面白かったんで、まあよしとしましょう。まあ普段はね、次アップする予定の動画なんだっけですね、こいつをそうサブに入れた緑ソニアのパーティー使うんで、まあ普段はその使い方がいいと思います。はい、以上です。お疲れ様でした。